やってますよ。やってんちゃんってんねるー。何やねんこの始まり方。はいどうも、やる気元気四月あさとよつきでごぜます。そして爆弾の設置は完了したリア充撲滅委員会名誉会長天気勇気です。はい、よろしくお願いします。よろしくしていいのかは分かんないけど、どうしたリア充撲滅委員会副会長副会長なんだ俺。本日が2023年12月24日クリスマスイブですね。全員爆弾持ったかいやー、苦しみますになるね。いやー、ジングルベルジングルベルとクリスマスイブですよ。ジングルベル世のカップルどもいいないいな、爆発しろよよと。いや、これまだ早いなで、まあクリスマスイブなわけですよ。ということで、まあ一応挨拶的に、まあメリークリスマス。ふってなんだよ。絶対やるもんか。で、今回ですね、タイミング的にはまあ昨日になるんですけど、12月23日ですね、土曜日。この日にですね、ちょっとある、ものが出てきたんですけど、私その前にね、一個だけ言いたい。今日日曜日じゃないですか。はい。クリスマスイブ、日曜日。知らん。いや、特撮のね、キングオージャーがね、先週すごかったんですよ。ついに伏線回収したかっていうのでね。いやー、まあ、このね、約30分前に、キングオージャーやってたんですけど、まあ、まだ我々見れてないんですけどね。リアタイでは見てるんですけど、これ撮ってるの前撮りなんで、見れてないんですけど、いや、どうなるかがね、すごい楽しみでね、たまなくてもう待ち遠しいんですよっていう話をね、すごく言いたかった。そんなことでもリア充ぶっ飛ばすことをお考えなさい。まあ、それも考えるのは、それは会長のね。いや、会長じゃない。名誉会長のね、お仕事なんで、私はね、行動をね、見守るだけなんで。いや、実行しろお前は下は実行する方だ。いや、ツッコミできるようになってきたね。やだ。いやー、いいね。ツッコミ役が増えると嬉しいわ。ボケます。今からボケます。難しいわ難しいよ、はい。で、まあ話を戻しまして、まあ今日のまあ一つ前、23日土曜日ですね、この日に、まあ毎年恒例っていう感じにはなってるんですけど、遊戯王、クリスマスのね、まあ商品が出たわけなんですよ。で、ここから実写に変わるわけなんですけど、まあ、何が出てきたかというと、こちらでございます。はい。遊戯王オフィシャルカードゲームデュエルモンスターズクォーターセンチュリーズデュエリストボックス。これがですね、発売されたので、これをね、私と天元一つずつ、買ってきたので、これをですね、ちょっと、開けていこうかと思います。今年2023年が、遊戯王オフィシャルカードゲームデュエルモンスターズの、25周年ということでですね、クォーターセンチュリーズと、いったことでですね、この、まあ、素晴らしい箱がですね、出てきたわけなんですけど、中身がですね、まあちょっとこれ見えるかな。セット内容このような感じになっております。まず、クォーターセンチュリーズボックススペシャルパック、1パック4枚入りが9パック。そして、クォーターセンチュリーズデュエリストトークンパック、4枚入りが、1パック。で、トークンの方は30種類、全30種類で、4枚ですね、何か4枚ランダムで入っている。で、スペシャルパックの方は、4枚入り、全60種類で、9パック。で、この中にね、私と天元欲しいものがあるんですけど、まあ、それが当たるかどうかを、今回開封ね。遊戯王の開封久々じゃない？久々？めちゃくちゃ久々なんですけど、やっていこうかと。はい、で、あと、特製デュエリストマグネットカードホルダー、まあ、透明な板のやつですね、飾る用が1つ。そして、特製ストレージボックスが1個。特製デュエリストカードケースが、1個。これスリーブかな。で、そうですね、そっか、その下は、さっき言ったパックですね、合計10パックになってますよと。で、カード、60種類、ウルトラレアカードが25種類、スーパーレアカードが35種類の、合計60種類、全部は揃わねえよと。で、トークンの方はスーパーレアカードで30種類全部っていうことですね。さあ、何が当たるかね、楽しみですね。何が当たるかと教えてやろうか。はい。私全然知らないんですけど、私が知ってるのは、欲しいって言っているのが、覇王竜ザークのね、シンクロのペンデュラムのモンスターがいるみたいなんですけど、これをね、ちょっと手に入れたいなーって思っているわけですよ。はい、で天元さんが、ブルーアイズの融合体と、うん、あとホープのねフルアーマー、天元あれ効果見るときはね、あれもフルアーマーいるの。うん、FA になってる。うわーということはフルアーマーのデッキ作りたいなと思ったら、そいつもまあある意味入るのか。ただなくてもまあ動くっちゃうのか、ね、ただ効果、ね、それも入ってるのか。あいつの効果がね、うん、ちょっと軽く言ったら、うん、お前オスリシュ封殺してきたなってマジかそんなカードです。おお、まあその2種類が当たればいいなという感じです。なるほど。じゃあ開けていきましょう。まず天元ターン。おら豪華か。うわ豪華。うわ、歴代っていうか、まあ主要カードたちか。ラーの抑止流いるよ。ほら浄土寺ファイヤーいるよ。おお、いいぞいけ。あ、ゲートガーニアいる。マジか。おお、ゲートガーニア熱いね。 XYZ もいる。あ、サイレントソードマンにトゥーベイも。アルティメット。おお、これは素晴らしいですね。おお、サグリファースもデスガージスもいる。マジか。グレートモス9がいる。バスターブレードドラゴンに、インセクトクイーン、炎の剣士、時の魔術師に、これなんだ、見えない。これはね、ちょっとごめんなさいね、これはねフィッシャーマン。ああマジでそこにいるんだ、うん、でハッピーレディ3姉妹、ダークネクロフィア、ホーリーナイトドラゴンいるぞ。このレックス、俺のホーリーナイトドラゴンじゃ合わねえぞ。これカタパルトタートルじゃないですかね。ですよねで誰も突っ込まないエグゾディアはい、じゃあこれ引っ張り出します。今のが特製ストレージボックス。お、すげえ、横がかっこいい。すげえめっちゃやべえ。ホープとかディオスおる。すげえ。ジャンクウォリアーもおる。おお、ちょっとごめんなさいね。これこっち側は、横は最近のやつだね。最近のやつだね。ティアラメンツにアルバスといて、うん、その下がちょっとよく食べる子で、裏があ、戦闘機がいる。でエルドリッチみかんこ。あ、歴代の主要なテーマたちか。というかこれもしかして全部さ、うん、デッキビルドパックのやつらじゃね。あ、違うわ、これワナビだ。これは違うわ、これパックだわ、うん、違った。で横がアストラが真ん中でシャドウール。やっぱりテーマ系だね。うん、おお、なるほど。はあ、裏はいいね、いいね。裏も仲いいか。じゃあ中開けます。はい。あ、硬い。おお、トリシューラいるぞ。お前ターミナルじゃねえな。ここにスーパーコンダクター T なのかがいるから、うん、ターミナルではないけどトリシューラいいね。ガイウスもいるぞ。ガイウスが襲ってくる。はい、こういう感じです。ボックスで5なってんのそういう箱になってるわけね。ああ、はい、これちょっと後で開けます、ね。はい、さっき中身見せますね。でクリスタ入ってで、なんだこれ、スリーブ。それがカードプロテクターか、うん、特製デュエリストカードケースか。ケースは多分この紙の下に。それカードホルダーじゃない、うん、あ、カードホルダーが今のか。あ、ホルダー透明デュエリストカードプロテクター1枚付きって書いてるから、それだね、うん、でホルダーこれです。はいでこれがね、ちょっとわかるかな。ここにねミレニアムアイがついてます。あ、本当だ、うん、すげえ。ウジャトガン、うん、でこれで好きなカード飾ってくださいと言うんですけど、買いに行こう。飾るかでこれはデッキケースとなってます。あ、いいな、これいいな、いいな、意外といい。このサイズのやつなかなか売ってないからね。そう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 、これ重宝するんですよ。あのプラダ光じゃない。おお、素晴らしい、素晴らしい。じゃあちょっとね、はい、さっきのバッグ、はい、バッグパック開けます。ちょっとごめんなさいね。分かった、こっちか。危ない危ない。カッター使うときは気をつけてね。洋介さん刺すだった。危ない危ない。やめてやめて、刺さないで。そうだな、お前リア充じゃないしな。そう、俺リア充じゃない。リア充だと刺してた。で、まあこんな風に入って、うん、なんか一緒だけ違うぞ。だってトークンのやつだもん。あ、これがトークンか。うん。あ、海馬と遊戯こんな感じのかっこいいの白黒で。ああ、いいな、いいな。これだけでもいい。つかこれのトークンが欲しいな、これだけど。でも今回30種でしょ。まあトークン、まあ正直私調べてないんですけど、あのキャラたちのやつかな。多分キャラだと思う、うん、モンスターではないと思う。モンスターではない、人だーちょっと人から開きましょうか。はい、人からっていう、人確定してないけど、はいはい。ではまず4枚あります。4枚。1枚目、はい、じゃん。カイト、しかもシークレット。あ、詳しく。2枚目と、あ、全部つくだ。なんとか。え、これリビルだと。リビル。人じゃなかった。マジかマジか、人じゃない。3枚目、リボルバー。あれ、どっちかというとそれ俺使ってる系じゃね。次、優勢。ドラゴンタイプ。それじゃうけど。うん。ああ。でもこれかっちょいい、かっちょいい。へえ。僕の趣味じゃないんだけどね、いっぱい。でもさ、原始生命体トークンだっけ、そういう専用のトークンって出るの嬉しいのよね。普通のトークンはレベルとか攻撃力とか書いてないけど、テーマトークンとかってそのステータス共通とかになるから、トークンにちゃんとレベルと攻撃講習入ってるからさ、うん、嬉しいのよね。たまに忘れるからさ。電源はね、クリボーとティラミチャは勇者トークンと、うん、三ゲンマのラビエルが出すトークン。ゲンマトークンね。ゲンマトークン、あれが欲しい。光ってるの一応存在するんだっけ。存在はする。勇者トークン見たことないな。一応あるんですよ、大会でばらやつけどね。じゃあ1パック開けていきます。はい、1パック目、はい。さあ何が入っているか。一番後ろ、ジョン。ベルズビルト。これ汎用か。汎用。2枚目、ドン。コード・オブ・ソウル。あ、これ新規ですね。おお。ちょっと効果ありますね。ちょっと一旦外します。このカード名の効果は1、2、3の効果それぞれ1対1としか使えない。1つ目、ジムフィールドにリンクモンスターが存在する場合に発動できる。このカードを手札が特殊召喚する。2、自分メインフィールドに発動できる。このターン自分がサラマングレートリンクモンスターをリンク召喚する場合に1度、自分フィールドの同名のサラマングレートリンクモンスター1体のみを素材でリンク召喚できる。3、相手のメインフェーズに墓地のこのカードを除外して発動できる。リンク3以上のサイバーズリンクモンスター1体をリンク召喚行う。おう、これサラマングレート専用のカードみたいですね。でサラマングレートは転生リンク召喚っていうことを使うんで、これ1枚あったら、うん、フィールド魔法ないと発動できない、転生リンク召喚できないんだけど、うん、こいついけるのか。いける。でこいつが墓地行ったらリンクさんのサイバース族だったらもうリンク召喚使えるんで、ぶっちゃけ相手ターンに声除外してコード動画出すよというのもできますね。意外とこうリンクサイバースリンクにはこれ結構相性いいと思う。うん、あ、1枚だけ軸になってるわけね。であとはウルトラか。じゃあ2枚目、3枚目、うらら。助かる。ちょっとうらら足りなかったんだ。次、無限包容。マジで汎用ばっかだな。汎用強いからこれ助かるな。いやーでもな、裏が嫌いなんですよ。2つだけデッキ使ってるけどさ、一応このご時世だから。2パック目、はい、後ろからドン。マイクロコーダー。何、サイバース多いな。あ、いいな。お、新規。そうか、クリボーもいたんだよね。羽根クリボー、フレンマの右手をかぶっただけのクリボー。レベルなんぼだっけ。6ですね。レベル6か。レベル6ってかな。はい。じゃあ効果見ます。このカード名のルール上、エレメンタルヒーローカードをフェイバリットカードとして扱う。このカードは通常処分できない。ハネクリボーレベル6は1対1の自分手札フィールド墓地のエレメンタルヒーロー融合モンスターかハネクリバーを1体を除外した場合のみ、手札デッキから除外特殊化できる。1、相手モンスターが攻撃宣言時、または相手がフィールドのモンスター効果を発動した時、このカードをリリースして発動できる。そのモンスターを破壊し、その元々の攻撃分のダメージを相手に与える。いいね。おー、バーンか。ね、ただ手札フィールド墓地のハネクリボーもしくはエレメンタルヒーローの融合モンスターを除外しないと出てこないです。で、自身は通称ができません。ただこれちょっと頑張って相手ターンにこれ特徴がもしできるのであれば、もうこいつリリースして効果使ってみろ、そのモンスター破壊してお前でそいつの攻撃のダメージ与えるぞ、ほら明日も使えよと。あ、なるほどね。そういうのを使うんですね。いいですね。で3枚目ダンベルシアン、これお世話になってます天元、特にホープでダイナレスラー一応まあ汎用になるのか、こいつもつうか汎用多いな。まあ今のご時世ね、うららとか高いから、まあそれの救済措置になってるのかな。はい、じゃあ3パック目。はい。じゃん。クーガダン。ドナさん。新規か。これは新規じゃないの、前からあった。前からあったっけ？これが新規かな。カオスマックス。これは新規じゃない。よいしょ。雪うさぎ。お、七の貝も光ってる。あ、これ助かる。七の貝も光ってるのめっちゃ好き。マジか、これ入ってんだ。うわ嬉しい。ちょっとゲンマ使ってるからめっちゃ好きこれ。ゲンマのレア度が上がっていく。いいね。じゃあ行きます。はい。どんどん行きます。はい。お、ホープレイランサー。これがフルアーマーのホープレイです。これか。はい。ではブラックレイランサーと合わさってるわけね。はい。じゃあちょっと効果見ます。フルアーマードホープレイランサーは一旦一度手札の魔法トラップ1枚捨てて自分フィールドのランク4以下のエクシーズモンスターの上に重ねて召喚することができる。相手フィールドのモンスターの攻力は500ポイントダウンする。2、自分相手バトルフェイズ開始に発動できる。相手フィールドの全ての攻撃表示モンスターの効果は無効化される。3、このカードの攻撃で相手モンスターを破壊した時、このカードのエクシー素材を取り除いて発動できる。このカードはもう一度攻撃できます。おー、連番。相手のモンスター攻撃500避けて、しかも攻撃表示モンスターの効果全部無効にした上で破壊したらもう一回攻撃できるよという、もうホープらしい攻撃力の高いやつですね、うん、で攻撃表示のオシリスとかがあると効果無効になってるから攻撃0だよね。ああなるほどね。ああなるほどなるほど。だから地味にこれ結構痛いな、うん、これ結構欲しかったんで助かります、うん、しかも水属性だし、重戦士。ああまあ。じゃあ3枚目。スターダストシンクロン。マジか。シンクロンもまあ入ってるんだね。スカルレット。お世話になってます。汎用だな。マイクロコーダー。やっぱりこの投下系多いな。多いな。気のせいかな。いやーここまで来たら外事局も本屋から出ると思うんだけどね。じゃあ行きます。はい。じゃあブラックマンシャン。しかもプリシク。おい、クオシクか。マジか。よっちゃん。ちょっと待って、これ後で俺プレートに飾るわ。プレートに飾ってプレゼント。マジか。よっちゃんのクリスマスのできました。マジか。レッドアイズな、ちょっと待って。何ブラックマンシャンにレッドアイズ。ってことは来る？いや違うスプラッシュメイジ。違う最後。コズミックサイクロン。違う。いやブルーアイズのうちカイバーブルーアイズ欲しいんだよ。あれおかしいな。ブルーアイズがそういう来ない。ブルーアイズが来てない。ブルーアイズ来てくれ。ブルーアイズ。アストログラフ。おおいいね。ってことはブルーアイズ。確かにブルーアイズが来た。うん。あバリケードベルグも入ってんだ。あこれ助かるんだよな地味に。ブライズ確かにブライズ来た。呼んだら来た。うんいや違うこれある。でもお前じゃないんだ。でもなくてもあったらいい方なんだ。あって困らないけどいやお前じゃないんだって。いきます。はい、アクセルコード投下。はい、いきます。はい、お、これも新規。ちょっとカード名なんだっけ。輝ける星の竜です。はい、シグナ竜のあれですね。効果見ます。とりあえずこれドラゴン族チューナーです。チューナー？チューナーです。しかもレベル4。はい、このカード名の1の効果は一旦1としては使いません。1、このカードが手札に存在する場合、相手メインフェーズに自分の墓地のドラゴン族シンクロモンスター1体を対象にスタートできる。このカードを特殊召喚し、対象のモンスターを効果を無効にして特殊召喚する。その後、このカードを含む自分フィールドモンスターを素材としてドラゴン族シンクロモンスターをシンクロ召喚することができる。2、このカードをシンクロ素材としてドラゴン族シンクロモンスターをシンクロ召喚した場合、そのシンクロモンスターは戦闘では破壊されない。ほう。ってことはこれ出して絡みに出せるよね。やめろー。言っちゃダメ。言っちゃダメ。言っちゃダメ。じゃあいきます。3枚目。ドン。カオスソルジャー。汎用。あ、現場。また現場で。韓国の将来心。現場助かる。現場助かる。残り2パックです。あ、ブラウスこれ来てくれ。お願いブラウス来てくれ。ブラウス。これなんか今のところ全種類切ってるような気するんだけどな。おお、ザークザークっていうか、まあザークか。ザーク、いやーこれが欲しかったんですよ私。はい、まずペンデュラム効果から。このペンデュラム効果は一対一としては使用できません。自分フィールドのハオーケンドゥペンデュラムモンスターかハオモンペンデュラムモンスター1体をリリースして、このカードを特徴化する。で効果の方がチューナーとチューナー以外の闇属性ペンデュラムモンスター1体以上。このカードはモンスターゾーンに存在する限りカード名をハオウリュウザークとして扱う。あ、これ今までのザークと一緒に入れられるんだな。うん。このカードは戦闘で相手モンスターを破壊したダメージ計算後、または相手に戦闘ダメージを与えた時に発動できる。自分のデッキ、エクストラデッキ、墓地からハオウケンデューモンスターを2体まで守備表示で特殊召喚する。強くね。ああ。3番目、モンスターゾーンのこのカードは戦闘効果で破壊された場合にペンデュラムゾーンに置く。うん、まあそこはまあいつも通りか。でも十分レベル12。12ね。12です。はい、じゃあいきます。ドン。カオソルジャー。カットバセカオソル。2ビル。カットバされているからのナンバーズエヴァイユ。あ、これプレミアムパックに入ってたやつ。うん、これ高かった当時の時は。じゃあ最後いきます。最後、ブルーアイズ来てくれ。ブルーアイズ1枚目。ドン。ブラックマシャンガール。これ箱間違えた俺間違えてる感あるよ。あ、来たブルーアイズ来た。これなんですよ。これが欲しかった。昔マスター・オブ・ドラゴンナイトっていうカードがあって、ブルーアイズアルティメットドラゴンにカオスソルジャーが載ってたんですけど、今回こいつはコンクロといいますか、マジアム・ブラックカオスが載ってるっていうバージョン。しかも攻撃力高くなってんのよね。いや5000間違う確か。いやカオスソルジャー3000とブルーアイズアルティメットが4000になるでしょ。コンクロは2800なのね5000ってあれって思ってさ、上がってるって思って。じゃあちょっと下がんのかなと思ったの。ここがいます。融合条件は自分のアルティメットドラゴンまたはブルーアイズモンスター3体プラスカオス儀式モンスター。ブルーアイズ3体って逆にちょっときつくね。いや結構ブルーアイズモンスター結構増えてるからね。ブルーアイズモンスターだからいけるのか、うん、ホワイトドラゴンってなったらもう積んだけどこのカードは融合召喚しか特殊召喚できません。はい、まあ当然ですよね。うん、相手が効果発動した時に発動できます。カッコ、このカード名の効果は魔法トラップモンスター効果に対してそれ一対一として発動できない。それぞれその効果を無効にして破壊する。つまり魔法トラップモンスター効果はそれぞれ1回ずつ破壊できる、無効にするという最強カードですね。強いね。2、表側表示のこのカードが相手によってフィールドが離れた場合に発動できる。自分のエクストラデッキ墓地からブルーアイズモンスターがカオス儀式モンスターを1体特殊化する。つまりゲートガリアみたいにダルマ落としみたいに出るわけね。そう乗り手が残んのか下が残んのかっていう感じですね。まあ君の場合乗り手を消すやろ。まあ消すな3枚目。お、新たま入るの。ここに入るんだね。いやこれなんか特定なんかパックじゃなかったから、うん、今ねカードショップで相場 1,000 円超えてるからね。マジか。でそれ欲しかったんですけど、高いから諦めたのよね。じゃあいきます。はい、最後ドン。おディメンションアウトラクター、これ使って嫌だな。以上9パックになりました。はい、今良かったね。とりあえず欲しいもの当たって。てかね、新規今回6種類なんだけど、うん、もしかしたらこれ全部固定じゃない？固定っぽいな。ちょっと待ってください、今確認。これはダメ。2枚4枚5枚あと1枚何？あと1枚なんだっけな、忘れた。デュエルモンスターズ GX、ゼアル 5Ds アーク5。あれさっきコードトーカーいなかった？あ、そうだそうだそうだ、存在忘れた。あ、いたな。いるじゃん。全部揃ったな。いるじゃん。よかった。いた。お前の存在ずっと忘れたわ。ごめんちゃい。お前だったわ。お前だったわ。すいません。はい、全種類いますね。ということはそこは確定っぽいね。ですね。あ、でも防御性結構ゲンマがね、レア度上がるのが嬉しかったなこれ、うん、そんだけ価値はあるわ、うん、はい。じゃあ次、一応まあ中身ね、新規は固定らしいんですけど、まあ、私のも開けていきましょう。天元さんお願いします。私ちょっとカメラ持ってるんで。箱です。はい、おお変わってねおお、ちょっと絵柄が違うとかするのね。さすがにあったらやべえよ。開けます。はい、開けます。変わんないです。はい。多分ここは下変わってないんで飛ばします。切ります。切ります。人のもんだからちょっと楽に切れるぜ。おい。裂きます。力ずくです。蓋を開けます。蓋を開けます。パックを抜きます。パックを抜きます。はい。パックこんな感じです。はい。開けます。開けます。人から。はい、人じゃないものもあったじゃん。いきます。はい。4枚目。ドン。ブルーの、いや、アンチのみ。アンチのみか。3枚目。アスカ。お、いいな。アスカいいね。アスカいいね。ちょっと交換しようぜ。ジョージ。やってたじな。ってことは。ちゃかちゃ。小鳥お前、なんだろう、アスカだけが嬉しいって感じしてしまった。トップしとくね。トップしとくわ。やっぱりサイバーエンジェル組み直そうかな。飾るな。サイバーエンジェルやっぱ組み直そう。じゃあパック開けていきます。はい。いや、儀式テーマってあんまり私うまく回せなくて。儀式楽しいよ、ナチュラル溜まるけど。最近ね、下準備とかいろいろ手に入れたからね。じゃあ行きます。はいはい。エボリューションファルコンエアレイド、最近なんすかな。うん、あ、違う、V ちゃんじゃなかったっけ。V ちゃんか。いや、覚えてない、忘れた。3枚目。はい、新規、新規コード・オブ・ソウル。はい、おトラック。これは助かるな。いいな、久々に見たな。アストラクラッシャー。よいしょ。いきます。はい。トン、かける竜。はい、竜、赤き竜、タクシー。おお、白雪。ディメンションアトラクター。無限抱擁。おお、よかったね。無限抱擁増えたよ、よかったね。無限抱擁あんまり使わないんだよね。そう。強いのはわかるんだけど。じゃ、いきます。はい。はい。ブラゼット、しかも。センチュリーじゃね、これ。そうです。ブラマジと交換しましょう。はい。はい。じゃ、終わったダメ。マハード。ありがたい、マハードありがたい。あ、ゾジ。なんだこんなラビは。はい。ベルズビューと。なんだこれ、お前こんなラビは。なんだこんなラビは。なんだこれは。なんか悪意を感じるぞ。確かに2体とも特殊召喚するモンスターだけど。まあね。なんだ。G になりたかった、もしかして。いや。いや、いきます。はい。4枚目。ドン。クリクリ。買ってます。はい。ガンドラ。あ、ちなみにこれ1月で制限解除になるみたいです。おお、あ、だからショップでなんか前に出てたのか。で、なんか効果も変わってる、テキスト変わってるみたいなんです。はい。何かどうぞ。このカード手札から特殊召喚した時発動できる。フィールドのモンスター、他モンスターすべて破壊し、破壊したモンスターのうち。元の効力が一番高いモンスターの数値分相手にダメージ与えて、このカードの攻撃値になる。自分 NCG この自分、ライフポイントは半分になる。何が変わってるのか俺分かんねえんだけど、うん、よいしょ。じゃあ3枚目ドン。ブルーアイズジェット2個目コズミックサイクロン。ブルーアイズは助かるな。はい4枚目ドンブルーアイズなんか間違って出てた箱、うん、オザークナンバーズエヴァイユーコードマイクロコード。絶対これ箱間違えてるわ、うん、ちょっと箱シャッフルしちゃったもしかして違ううちに。いや先金銀買いに行ったよね俺、後から行ったもんね。あじゃあこのアスカ多分俺のだったな。いやでもな天元ちょっとすいません、はいアスカ来るんだって秋あったよな。秋欲しかったな。そうだよね欲しかったよね。探そうかな。おおパラパラめっちゃ光ってる。しかもしくさっきスーパーじゃなかった、うん、あウルトラか、うん、ブラックマシャンガールスカルデットにガーデンローズメイデンか。秋の汎用なの。あまあ秋っていうことか。秋かまあ今冬ですけどね。秋の話したから来ちゃったよ。じゃあ海馬話しようぜ。海馬話まあ多分そろそろ来るね。いやもう3だけだけどな。いや違うあのアルティメットのああ行くぞドン。本当に来たよあるブルーアイズ。本当に来たよホープホープデュガレス。あこれはありがたい、うん、持って長いのよ。あマジか。うんクロシープこれも助かる、うん、ベシックスなんだこれもいるからね、うん、じゃあ残り2パックはいちゃっちゃと開けていきましょう。ちゃっちゃと開けていきます。カードめくりますはい無限応用いいな。あ融合破片は助かる。破片は助かる。ちょっと買おうかなって思ってたのよ。おお白金でまあまあまあ使うとか使うからね。ドナ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 ルド最後のおさばきとブラジャー着てない。最後を飾ってくれるかドン。いや違った。ダーストシンクロンドンきたブルーアイズアストロなんかカブ。最後は相手なんだと思いますか。ブラックマンションドン違うナンバーズでした。残念という結果になりました。はい、はい、いやでも結構良かったね。うん、うん、本当に良かったね。本当に良かった。やめろはいという感じです。はい最初ねこれ発表された時ね、うん、去年出たこういう箱もねだんだん値下がりしていったからね。そうもうそこでいいかなってね、うん、なるのよね。でもね意外とね今回買ってよかったな。よかったな、うん、早置きカードいっぱい入ってて助かるわ。はい、うん、ブルーアイズも多分これ6種類ランダムで2種類かなと思ってたんだけど、うん、全種類入っててよかった、うん、いやー助かるはい箱もかっこいいしね。箱いいよねこれ。いやもうなんかね触り心地もいいのよ、うん、しかもなんか前に書いてこう25っていうこのマークがね、そこがレリーフの彫ってるって感じの ねめっちゃかっこいいのよ、ね、光ってるめっちゃいい。あーいいないいけど火炎地獄は書いてない。火炎地獄はちょっとマイナーかな。あと三元馬が書いてない。三元馬いないの？いないんだよ。今軽く見てるんだけどね。三元馬いないんだよ。探してんだけど三元馬いないんだよ。まあでも元馬いるとしたらアニメ放送だから一番トップだろう。いないんだよ。いないんすわ。いないね。うんいないんだよな。てかさ一番トップのところさ、うん、真ん中の一番下のちょっと左オベリスクの下サクリファイス3でしょ、うん、右上の、2列目一番右端、はい、あもう1個下か3列目か、うん、サウザンドアイズサクリファイスいるのね右ね右の真ん中ああ入ってた早いずるくねってずるいな。ちなみにさその列の一番上ってなんだ。グレタモスの横クリボーかこれ、うん、手だけ見ると分かんねえな。へえ確かに玄馬いないね。三茶市もいない、三極市もいない、まあ、極真はなくてもなんかやっぱりスクラップドラゴンはいるか。うん、はいというような、まあ、台風結果になりました。いやーこれもう手に入らないと思うんですけど皆さん買ってくださいね、うん、まあ再販されるんじゃない？再販つうかいずれ再販というかね、多分店でな1年ぐらい待ったら1800円が1500円ぐらいするって、うん、多分ね。ただもう一回すると思う。模様カードがね、汎用カードがいっぱい入ってるのがこれ助かんな、うん、だから本当に救済措置なんだろうなって、うん。で、はい、話めっちゃ変えていいですか、はい、クリスマスですよね、はい、クリスマスなんで私ねクリスマスプレゼントを天元さんに用意してきたんですよ。これなわけねえよ。ありがとうございます。これは俺が欲しいんだよ。あざっす。でね、まあもう袋見たらバレるかもしれないんだけど、はい、てか多分ねもう大きさでバレると思うんですけど、はい、はい、クリスマスプレゼント、はい、はい、何すかこれ。イエローサンマリン、はい、何すか。はい、クリスマスプレゼントです。あざっす。これ何かと言いますと、海外の方なんですけど、まあ、カードゲームで、フレッシュ&ブラッドっていう、まあ、海外のカードゲームがありまして、今ね、少しずつ人気が上がっていって、最近我々もちょっと始めたんですけど、まあ、日本語カードがないので、英語を頑張って翻訳しながら、ちょっとやってるんですけど、はい、先日、天元さんにお使い頼まれましてね、これちょっと見てきてって言われて、まあ、見てたんですよ。でまあちょうどクリスマスだしプレゼントしようと思って買いました。ありがとうございます、はい、いやー嬉しい。一応天元ねこっちの方のメインで作ってるんですよ今、はい、だからねここに多分ねここにねこれしか入ってないカードがあるっていうのを聞いたのと、うん、柚月さんがねデッキ一緒に買ったんですけど、うん、柚月さんのデッキの方にだけこのセンターというかヒーローっていうんですけどもヴァンガードっていう方、うん、光ってるんですよね。天元光ってないですよね、はい、悔しいんですよねっていうのをちょっと聞いてたんでじゃあまあいっか、まあ、せっかくだしと思って、はい、で、まあ、ちょっとねお店の方に最初ありますかって聞いたら「ああもう売り切れです」って「あんで発注しましたよ」って言われて「いつ頃来ますか週末」って言われたんでセカンドの日いや違うで、その週の、真ん中あたりからずっと毎日通っていつ出るかなっていうのを見てたんですよ。で、見つけて、まあ、買って「これください」って言って買ってたわけなんですよ。はい、はい、一応公式サイトのロードマップっていうのやつで言うたら、はい、2024年に日本語版で出す予定とのことなのでそれまでちょっと待ちきれなくて欲しかったですよね。はい、もう何書いてるかもうね翻訳アプリ使わないと私もすぐ読めないんですけど、はい、一応ねここにこれデッキ2つライナーさんとドリシアだったかな名前ちょっと覚えてないんですけども、まあ、下書いてるけどね、うん、2つのデッキあるんです入ってるんですで、まあ、簡単に言ったら遊戯王の連撃一撃やから必殺だから。ああなるほどねできないわ大体、うん、でそいつらの特徴がここに書いてます。ああはあまあこの辺はね、まあ、ちょっとググってください、うん、ググれカスみたいな感じですね。お前カスとか言うなよお前最低なやつだな。だって俺いつも言ってるじゃん。だって俺カスだもんクズでカスでクソやろ。そう来るかそう来るのかカスでクズでクソやろやもんじゃあカスでクズでクソマヨラやもんそこにマヨラ入れるんだね。カスマヨラは絶対言わへんまあこんな感じです。はい、はい、ありがとう。フレッシュ&ブラッドいや天元がねある事情でねもう買わなくていいよって言われた時に「おせえよおせえよ」って思いながらねクリスマスプレゼントだなと思って、はい、まあプレゼントなわけでございますよ。ちょっと開けていい？どうぞ。開けますね。はいこれ開け方がちょっといまいちわからないんだけどね多分こうだろうなっていうイメージでやっていきます。ビリッとしたの先のせい段ボールはいプレマット。プレマいいね。プレマあると助かる。2つ分重なってる。2人分重なってんな。おー、いいね。これも助かんな。カッターデッキの方はねプレマ入ってなかったからね。うん、で説明書、説明書当然英語です。だって絵柄かっけー。あー、両方でお互いに机の上にポンって置いて見てねか。そうそうそう。でなんか多分これ英語で書いてんだけどさ、キャラ設定みたいなの書いてある。おー、わかんねえ。それ読むのめっちゃ時間かかるよ。日本語だったらスラスラ読めるけど、なんか明らかに変な動物いるけど、うん、でデッキこんな風に入ってます。こっちか、こっちか出していいかな。これがお、これがライナーの方のデッキですね。これがあのデッキに入ってなかった。確かに。ちょっと中身はね、ちょっとここでやるとバラバラきそうなのでちょっと開けないです。で、あとまあカード効果読んでもね、英語表記なんて分かんないです。あ、これも、これはかっけー、かっけー、エロエロ。いや、アスカのあ、こっちはないんだ。ないんだ。なんでなんで。それは知らん。俺こっちじゃなくてこっちの方をメイン使ってんのにこっちはないの。なんで。リバーシブルかもしれないよ。わかんないけど、関西人のよく言う知らんけどになるけど、まあこんな感じです。ありがとうございます。はい、クリスマスプレゼントでございます。ありがとうございます。天元からのクリスマスプレゼントは何かな。すいません、用意チキンナゲットかな。それでいいの。いや、なんでもいいけどさ。いや別にいいけどさ、いらないんだけど。じゃあ俺が抱擁してやんよ。いやだー、いやだー。ということで次回ですね。次回年末なんですよ。年末ですね。年末のことちょっと喋ろうかなって。やだ。いやまあ。ねしょがするか冬眠する。今回忙しいよ。忙しいよ。冬眠するな。すごいよ。31日が日曜日だから、年末の最後の配信やるでしょ、うん、で、毎年恒例の三が日ね、やっていくから、4日連続でね、このチャンネルね動いてるわけなんですよ。やだ、くっそ忙しいからね。やだ。いや、やります、やります、やらせていただきます。やりたくない。多分トークばっかりだと思いますけど、はい、まあお付き合いいただければなと思います。まあね、正月ね、多分新年早々お前らの声っていうのはって思われるかもしれないんですけど、多分新年結構ね時間ゆっくりね暇だと思うんで、よかったら耳だけでも聞いといていただければいいかなと思うので、どうぞよろしくお願いします。それでは皆さん、はい、解散解散、メリークリスマス。言わない。言えよ。いつでもアイドル君にてクキスミ、忘れられないから僕の大事なメモリ。どら焼きは主食になれない、ならば生まれなくしちゃえば僕の思い通り。ずっとそばで見てるよ、バックアップは任せて、左から右へと出来事があちこちどちち、ここにいるのバスでまだ先でしょう。いい加減に小指から見えないと主張しない。乾いた瞬間の音、洗い場ごと柵に触るなんて気にしてるからに決まってんじゃん。子供信じて幸せになれるように礼儀らしく、また些細な挨拶の子からあの礼儀。いつでも愛なる勇気にてキスに、忘れられないから僕の大事なメモリ。どら焼きは主食になれない、ならば上隠しちゃえば僕の思い通り。目からTV覚めないで覚めないで、ぬくもり逃げないで、まだ朝はたっぷりあるからあと5分、40分待たせて。